中国クロツヤシカクワガタは、高中国クワガタムシカクロツヤシカクワガタ属の中型のクワガタムシ。中国クロツヤクワガタ、ザウテルクロツヤシカクワガタとも呼ばれるが、ツヤクワガタ属とは別種である。本種は、中国の福建省、厚生省と台湾に暮らす。十27.0から66.0ミ、mm、リメートル、十22.0から45.0ミ、mm、リメートルで、ある。 台湾産はアシュコンコロールとして区別され、もともと別種リトルスサウテリとされていたため、前景のザウテルクロツヤ四角ガタという和名が浸透しているように思われる。原名アシュは中国に分布、アールサウテリとは死が赤いことで区別できる。コンコロールは北部の標高300から1800に分布し、ブナカの荒かし、細柱かしといった 紅葉樹の樹液に集まり、出現時期は6から9月。台湾のアシュコンコロールの採集方法である。地元の虫屋は大きなハンマーを使用して幹を叩き、その振動で落下した個体を採集しているという。炎アシュが同詞的に分布する四角あがたに比べ、圧倒的に得られる個体数が少ない理由は、10日に誘引される習性をほとんど持ち合わせていないためという。 夜間に活発に活動するようで、前日の夕方までに採集してしまった木を、翌日の早朝に見て回ると、複数の個体が採集できる。飼育は容易だが、新生中は成熟するまでに半年以上かかるという。そのため、越冬させた後、春先に飼育を開始した方が確実かもしれない。は、材の表面近くによく散乱するため、 産卵儀の皮をすべて取り除いてセットしてやると産卵数は増える。また夏場の気温にも比較的強いようで摂氏30度を超えた環境下でも幼虫が得られているとのこと。ありがとうございます。